スリーポイントダンクは果たして可能なのか。 What's going on guys? ダンクマンヨシです。というわけで今回のテーマはスリーポイントダンクは可能なのかっていうことなんやけど、この動画もね、高評価とチャンネル登録忘れないでください。やっぱり男として生まれたからにはね、みんな一度はいろいろなことを目指したことあると思うんやけど、史上最強の男、海賊王、そしてそうスリーポイントダンクね、これを達成した者は未だかつてまだ一人もいないと。でも今ここまで見てスリーポイントダンクって何って思ってる人も何人かおると思うんやけど、ダンクはわかるけどスリーポイントダンクって何ってなるよね。そこは大丈夫やけん心配せんで、このダンクマニアことダンクマンヨシが誰でもわかるように順を追って説明していくけん。まずはダンクね。ダンクって何かというと、それはタンクでもなくダイクでもなくて、ダンクとはバスケットボールの花形、最もエキサイティングで最も観客が喜ぶプレー、そしてもうとにかくゴールが壊れるんじゃないかっていうぐらい激しく叩き込むダンクをスラムダンクと言いますってね、赤木春子さんが言おったよ。そして自分の見解では、ダンクは野球でいうホームランみたいな、その競技の中で難易度はめちゃめちゃ高いけど、達成するとやってる本人も気持ちいいし、見てる人も興奮するし、とにかくみんなが得するプレーなんよね。自分はもともとダンクは大好きやったんやけど、時を遡ること2000年の NBA ダンクコンテスト、あのダンクの神様ビンス・カーターが凄ましいダンクを決めまくったコンテストね、そこからダンクに憧れていってNBA でもダンクを注目するようになってって、でもその時はね、まさか自分ができるとはそういった認識はなかったんよ。不可能やって勝手に自分で限界を決めつけとったもんやから。でもそんなある日ね、この腕を骨折して病院のベッドで TW っていうね、プロのダンカーのダンクを見たんよね。その人の身長は俺よりもちょっと高いぐらいの175センチぐらいのダンカーなんやけど、もう今まで見たことがないような凄まじいダンクを決めまくっとって、あ、こんな身長が低いプロじゃない人でもダンクはできるんだと、そこでどんどん認識が変わっていって、自分も目指そうとトレーニングを始めて、結論を言うと結局ダンクはできたんやけど、この過程を知りたい人は自分のチャンネルのトップに 100% ダンクをできる方法っていう動画を貼っとるけん、それをぜひ見てください。というわけでダンクはそんなもんなんやけど、気持ちいいよね。とにかく特に一番高く飛べた時のダンク、この感覚はサーフィンで言うとうまく波に乗り切った時のような、あの滑り出した時のような、あんな感覚で、もうとにかく気持ちいいと病みつきになるくらい。そしてこのダンクで世界中で最も長けてる人たちはやっぱり NBA 選手なんやけど、いつも彼らは試合中にあの凄ましいダンクを決めとるよね。みんなあれ見てすごいと思っとるやろ。でもあれは実際のマックスの高さの7、8割ぐらいの高さしか出てないよね。っていうのは選手は試合中走り回っとって疲れとって全力で飛べる状況におらんちゃん。だけど唯一 NBA 選手が全力で飛べる機会を見れるのが、そうオールスターのスラムダンクコンテスト。こういった機会で様々なその 100% を出し切らんと達成できんような難しいダンクをやっていくんやけど、そこで次に紹介したいのがフリースローダンク。これもダンクなんやけど、あのバスケットのコートにフリースローのラインってあるよね。選手がファールをされてフリースローを打ちに行くあのラインね、そこから走ってきて踏み切ってリングに叩き込むダンクをフリースローダンクって言うんやけど、これを一番最初に NBA でやった人は1976年のスラムダンクコンテスト、ドクター・ジェイことジュリアス・アービング。その他ではマイケル・ジョーダン、彼もスラムダンクコンテストでこれをやって、これを機に一躍有名になったよね。あとやった人で有名どころはクラウド・ドレクスラー、スコッティ・ピッペン、ショーン・ケンプ、ブレント・バリー、ジョシュ・スミス、ドワイト・ハワード、ジェームス・ホワイト、そしてビンス・カーター、最近ではザック・ラビーンとかね。みんなも一回バスケコートに行ってみて、このフリースローラインに立ってみたら分かるんやけど、結構距離があるんよね。こんなところから踏み込んでダンクをできるのかとびっくりすると思うんやけど、今紹介した人のうちの何人かはただのフリースローダンクだけではなくて、そこから腕を回すウィンドミル、360度回転する360ダンク、あとはイーストベイ、股を通すダンクね、こういったことをできる強者もいると。だけどこのダンクについて話があるときにいつも問議されることが正確な踏み切り位置ね。やっぱりこうラインがあってそこを踏み込んでるのか、それともそこに足が当たってるのか、それともその前から踏み切ってるのか、別にそれぞれ近い位置にあるからフリースローダンクでいいんじゃないかって人もおるし、やっぱりその線を踏んでないところから踏み切ったやつがフリースローダンクっていう人もおるし、ここもいろいろ意見が分かれるんやけど、やっぱり見とって気持ちいいのはフリースローラインを踏んでないダンクよね。あともう一つのポイントは、ダンカーは両足跳びと片足跳びっておるんやけど、こ
これ何かっていうと、両足跳びっていうのは踏み切るときに1、2って両足を踏み込んでジャンプする。片足跳びの人はもう一気に片足でピョンってジャンプするんやけど、この両足跳びの代表的なダンカーは最近で言うとアーラン・ゴードン、そして片足跳びの代表的な選手はザック・ラビンとかだけど、さっきのハイライト見とっても分かると思うけど、このフリースローダンクに関しては両足跳びではほぼほぼ不可能だと。フリースローラインの中に踏み込んでから両足で飛ぶとかは結構あるんやけど、このフリースローラインの後ろから離陸してなおかつ両足ジャンプで決めるっていう人は未だかつておらんで、やっぱりこれをやるには片足跳びが適してくるんやけど、っていうのはこの片足跳びと両足跳びのそれぞれの特徴として、両足跳びは軌道で言うとこう高さが出てなおかつ滞空時間もあるんよね。でも片足跳びはまあまあ高さも出る、でもその分スピードも速いから滞空時間はそんなにないんよね。でも距離は出せると。だからフリースローラインには適しとるんよね、片足跳びの方が。そして次はついにスリーポイントダンクになってくるんやけど、これは単に今話しとったフリースローラインのダンクからもう少し距離を空けたスリーポイントラインから踏み込んで決めるダンク。スリーポイントってみんなわかるよね、こうバスケットコートにこう線があって、その後ろからシュートを決めるとそれは3点だと。そんな遠いところから踏み込んで決めるダンクをスリーポイントダンクって言うんやけど、さっきも言ったように未だかつてこれを決めた人はいないと。だけどね、さっき紹介したジェームス・ホワイトっていう人が面白いコメントを残しとって、それがこちら。I can dunk from the top of the key. He was like, you can't even grab the rim. I did it. Grab the rim from right here. In the right situation, warmed up properly. Adrenaline, another adrenaline. I fight to do it. I never did it. Furthest was probably like right here. できたとは言ってない。でも掴めたって言っとるよね。でもジェームス・ホワイト見てた人ならわかると思うけど、彼なら掴むこともあり得ると思う。だってフリースローラインから両手とかウィンドミルとかいろんなダンクをしとったから、それぐらいの可能性はあると思うんやけど、あとはザック・ラビンも可能性はあるかな、ワンちゃん。そしてこのスリーポイントダンクについて、あの世界でも超有名なプロダンカージョーダン・キルガノンがこの前ね、自分と対談をした時にこういった話をしました。I think it's possible, but I think it'll have to be somebody very, very tall who obviously is a genetic freak and who works hard, and that's what their goal is, only dunking. Because like usually people who are that tall and that much of athletic freaks, they want to play basketball. They want to go to the NBA. Yeah. They don't want to be professional dunkers. Right. And playing a lot of basketball is really, you know, that'll increase your slow twitch and decrease your fast twitch, so it'll make you jump lower. Yeah. So it's just like we might not see it ever, but is it possible?I think so. Like if you were to take somebody like Giannis or even Zach LaVine and just make them train only to jump from the three-point line for like years since like they were little, then and they don't play basketball, then yeah, sure. But is that gonna happen? I don't know. All right, I see. Possible. もう彼はアホみたいにダンクに時間を割いてるから、それだけにダンクについても彼の発言は下手したら NBA 選手よりも信頼性があるんやけど、彼が言うように一応可能ではあると。そしてザック・ラビーンみたいなああいったもともとすごい人がバスケをせずにダンクトレーニングだけをやったら可能性はあるよと。彼も言ったようにね、バスケットっていうのはよう走るからチキン、遅い筋肉と書いてチキン、あれがどんどん発達していくんよね。っていうのはそれが発達せんと長時間走ることができないから、それだけにあの NBA 選手がその長時間長距離を走りながらあのダンクを決めるってことはめちゃめちゃすごいんやけど、そういった意味でそういった持久運動せずにもう瞬発速筋、速い筋肉と書いて速筋、この速筋を鍛えまくったらできるのではないかと自分もそう思うし、でもプロではなくて今後アマチュアでそういった人が出てくるんではないかと。でも彼が言ってるようにそういった能力を持ってる人は大抵プロの方向に進んでいくと、プロダンカーにはならないと。まあ確かにそれはそうよね、バスケの方が全然お金稼げるし、他の学校とかも放ってないやろうし、だからまあ言い換えたらダンカーとしての才能を開花させずにバスケの方向に進んでいくんやけど、だからそういった意味ではバスケとダンクはやっぱり違うスポーツといっても過言ではないよね、特にジョーダンみたいな人から言わせるとね。でも可能っていうことは今回この動画を見て分かってもらったと思うんやけど、それでもね今後現れるんかな、見たいよね。ザック・ラビーンとか NBA を続けながらワンチャンできるんじゃないかなと思ってるんやけど、ぜひね、ダンクマニアのダンクマンよしとしては見てみたいです。皆さんはどう思いますか？このスリーポイントダンクを将来やってくる人はいると思いますか？もしくは見てみたいですか？ぜひぜひコメントしてください。はい、ってな感じで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。